シルクファミリーのキリュウです。こんにちは。今日は京子ちゃんと一緒にお客様のご意見、ご要望、ご感想、そのようなものをお伝えしたいと思います。今回ね、5月下旬までにいただいたあのご意見なんかをちょっと今から京子ちゃんが読んでくれます。今日自撮りなんですよ、みんな忙しくて、はい、それでは行きます。はい、お願いします。5月22日の注文時のお返事、コメントです。いつもお世話になります。リネンシルクシンプルロングカーディ、とても理想的な形で嬉しいです。動画でとてもコンパクトになることが分かって嬉しかったです。動画で画像のモデルさん以外で着用した姿も見れるとさらに嬉しいです。数量限定とのことですが、着心地やサイズ感があったら別の色味も着てみたい商品です。届くのを楽しみにしています。こんなちっちゃくなるんです。はい、これすごい売れました。でシンプルすぎてやめた製品なんですよ実は。でもそのシンプルさがいいんじゃないかってうちのスタッフが申しまして、うんうん、で復活、まあ一回ちょっとやめとこうっていう方向に入ったんですが、うんうん、よかったです。糸がいい、ね、糸がいいからね。ホールガーメントでね、全部編み上げてあるし、うん、すごく軽くなってシンプルでいいと私も欲しいから、はい、よかったです。はい、よかったです。次お願いします。はい、これですね。リネンシルクサラット涼風アームカバー、いつもお世話になってます。最近はブログに加え YouTube も拝見したりしております。あまり糸でお作りになった製品にとても惹かれましたので一つ購入いたします。楽しみに待っております。これね、京子ちゃんがね、はい、残った糸を利用して作ってくれています、はい、すごくつけ心地もいいし、つけた方が涼しいっていう感じ、うん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 、人気でしたね、うんうん、一瞬でブワーってなくなりました、はい、本当にいつもね、いい製品作ってくださってありがとうございます。はい、じゃあ、はい、次、はい、次いきます。こんにちは。いつもシルクファミリーさんの製品にはお世話になっており、着ているととても気持ちがいいのでご機嫌で生活できています。ありがとうございます。暑くなってきましたらスパッツの心地よさが手放せませんので、薄くて一番素肌に近い気がするマリーリブスパッツを買い足したいと思います。ふわっとして肌を包んで保護してくれる感じでとても気に入っています。それから質問なのですが、これから夏に向けてナイロンのボトムスの下に履く汗冷えしにくいおすすめのショートスパッツはありますか？次回の参考にしたいので教えていただければ嬉しいです。個人的にはマリーリブスパッツのハーフのようなものがあればいいなと思います。これかな、マリー。これマリーが肌触りがいいんですね。そうなんですよ。マリーの生地、シルクコットンの生地で作ってて、うん、本当に薄地なんです。でこんなに伸びてくれていい感じでしょ。ハーフ丈が欲しいな。そう、そしてね、制作部に伝えましたら、うん、このご意見を、うん、そしたらちょうどマリーと同じ素材の糸のあれで、ちょっと長いのをまた作ろうと思ってたのをハーフにすると変えてくれたので、うんうん、まあ今から作るから2ヶ月ぐらいかかっちゃうかなと思うんですが、これと同じのでハーフサイズができることになりました。ありがとうございます。ご意見いただいてね、ジャストタイムだったのね、うん、ちょうど作るところだったので、じゃあハーフ作ろうかって、うんじゃあ交互期待ですね。交互期待です。そうです。ありがとうございます。はい、じゃあ次、はい、次お願いします。はい、最高級ウールのバスクニットセーターを特別注文で買いました。これだね。いつもありがとうございます。お尋ねしたいのですが、以前販売していたブルーのボーダー柄のトップスはもう生産終了してしまったんでしょうか？ボーダー柄が好きなので気に留めていたのですが、購入の機会を逃してしまいました。いろんな色が出てました。同じものは作れないかもしれませんが、次にボーダー柄の製品の新作が出たら今度こそ購入したいと思っているのでリクエストします。シルクファミリーさんの製品は丁寧に作られているので、製品との巡り合いも一期一会かなと心得、次にこまめにチェックして心がけます。はい、決して否定的な意味の一期買い逃しではなく、
共感しています。あ、そうなんですね、ありがとうございます。これ京子ちゃんが作った製品です。そうですね。これも人気でしたね。着心地がすごくいいからね。あまりね、ボーダーやらないけど、そう、そうそうそう、うちボーダーほとんどやらないんですけど、うん、これはやろうって色の組み合わせで、そう、この色の製品もあったので、うんうんうん、糸をボーダーに入れて、そうだね、白を入れて、白じゃなかった、これベージュだっけ、そうなんです、ね、白に見えるけどベージュを入れて、うん、作ってくれて、 で、その後この色は、うん、タートルに、あ、そうか、生まれ変わって残った糸はね、そうそう、最高級ウールのタートルも人気だった。すっごく人気でした ね、はい、またね、これは多分在庫が一つあったのを送りできたのかなって思います。こちらのショールームに飾ってある展示品なんです。またボーダーも考えましょう。はい、次お願いします。はい、いつもお世話になっております。5月ともなると朝晩の寒暖差が大きく、以前なら例えば肌着もスパッツだけで大丈夫だったものがレッグウォーマーで調節することがまだ欠かせません。少し汗ばむことがあるとシルクファミリー様の肌着の素材の良さに体が助けられます。数年前ともにともまた変わってきた体質と向き合い、商品を購入していこうとサイトを眺めさせていただいております。糸をはじめとして多くのものが値上がりしている中で、いつも購入しやすい価格を設定してもらい、そのこともとても助けられます。ありがとうございます。本当にね、やっぱり年々ちょっと体質変わるからね。まだ京子ちゃんね、若いんですよ。若くはない、40代若くはない、ないなった、はい、お題に、はい、まあ、70になるとやっぱりいろんなことがね変わってくるので、気をつけないとね、うん、あかんなって。気候も変わってますからね。そうそう、暑さも、そう、うん、異常な暑さとかね、とか寒いと暑いの急な、うん、その1日の中でとかが、そう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 、昔よりもちょっとすごく大きくなったね、差がね、うん、1日違いで15度違うとか、うね、割に普通にあるから、 そこにやっぱ体がね、うん、なかなかついていかないっていう、うん、だからそういう意味ではやっぱり天然の素材っていうのは、うん、そう、優しいね、うん、いろいろをカバーしてくれるのじゃないかなと思います、ね、なんか若い時に私、河川と天然素材の差もあんまり分かんない時に感じたのは、天然素材は涼しくて暖かいって思ったのね、うん、そうですね、で河川は寒くて暑いっていう風に、そうですね、感じたことを覚えてます、今はね、まだ10代後半かな、そうですね、最近はその昨日の糸とか、うん、やっぱり昨日つけた糸は買い外されてますけど、うんうん、やっぱり天然素材がいいね。天然素材っていうやっぱり優しい、こう体に優しい感じはします。絶対あるね、うん、それは、うん、皆さんそうおっしゃってますね、うんですね、はい、はい、ありがとうございます。素敵なご意見でした、はい、本当に勇気づけられるよね。そうですね、これからも頑張ろうみたいな、そうですね、はい、共感、はい、はい、次いきます。はい、お願いします。前略、いつも本当にお世話になっております。先日主人の下着の件ではいろいろとお気遣いいただきありがとうございました。最近は暖かくなってきましたので、ラムズイやレギンスに切り替えて日々快適なようです。質問なのですが、ラムズイヤーでショートボトムスの販売予定などあったりするでしょうか。夏はクーラーなどで意外に下半身が冷える反面、足首まで長さがあるとやはり暑すぎて着用を躊躇しそうです。汗の匂いを抑えにもなるし、ラムズイヤーの三分丈ボトムスなんてあると主人ともども重宝しそうだなと思う今日このことです。はい、じゃあここで一回、はい、これがラムズイヤーの今書いていただいた製品なんですね、うんうんうん、カシミアとシルクとオーガニックコットンの、うんうん、でちょっと薄地なんです、うんうん、こうやって見ていただくとね、手も見えるぐらい、うん、でこうこんなによく伸びて、彼女のご神様が外国の方で体がすごく大きくていらっしゃるので、うん、これぐらい伸びる製品じゃないとちょっとね、うん、きついっていうこと で足の方もこんなに伸びます。で夏にも、そうそうそう、だからハーフサイズがね、作れたらいいんですけど、基本的にカシミヤが入っている製品ってやっぱりあって高いっていうのがあって、うんうん、ロングにハーフはちょっと作らへんかな、うん、みたいに、うん、
そうですね、気温が上がると、冬場は滑らかに効いてても、うん、やっぱりその、うん、なんていうんですか、暑いもんね、ちょっと暑い、キューティクルが開いた感じの、まあ、カシメだからね、そう、もしかしたら向き不向きの季節っていうのはあるのかもしれない、ね、そう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 、あるかもしれないね、うん、もしまたね、機会がありましたら作れるように頑張りたいと思います、うん、またよろしくお願いします、はい、で続きです、はい、はい、ついでに最近ふと思うこんなのあったらいいなと思うものですが、はいはいはい、1番、天然素材でできた手洗濯ネット、シルクファミリーさんの商品は洗濯ネットに入れてマザータッチでを洗濯させていただいてますが、洗濯ネットのプラスチックから出るマイクロプラスチックが気になります。最近はマイクロプラスチックで海が汚染され、日本で取れる塩にかなりの割合でマイクロプラスチックが検出されるとか、日本手ぬぐいなどで洗濯ネットを自作したりしてみましたが、生地の目が詰まりすぎていてなかなかうまくいきません。少し軽めの生地などで天然素材の洗濯ネット、靴下を買うついでに購入できるようなものがあると嬉しいな。本当にマイクロプラスチックの問題ってどうしたらいいんだろうって私も思ってます、うん、まあ、洗濯ネット、私もねコットンの一度買ったんですよ、ネットっていうか、うん、本当にこう細いロープで作ってるっていう雰囲気のネットだったんですが、やっぱり摩擦すごいんですよね、うん、中の洗濯物がちょっと傷むかなぐらい、シルクとかでしたらね、うんうん、コットンシルクとか、うん、なのでもし作るとしたらレーヨンかなって思ってるんです、うん、レーヨンはまあ化繊みたいなんですけど基本が木からできてるのでね、再生繊維なんですね。そうなんですよ、元々植物ですからね、うん、プラスチック出ないんだったらただのやっぱり強度とか、うん、そして滑らかさとか考えるとまあ、作ることもちょっと考えてはいるんですけども、うん、どうやろうなって、レーヨンが一番いいかなって思った。このご意見を聞いてて、うん、そうだなって私も思う、うん、いました。そうだね、でちょっと強度はね落ちるけどね、洗濯のそもそものネットに入れる目的が、うん、その擦れ合わないようにだからね、その崩れたり引っ張られたり脱水の時に他と絡み合わないためっていうことを考えて、そう、その何か形をある程度整ったまま、うん、洗濯機に、入れれないとね、洗濯機に回してもいいようなそのね、イメージを。そうなんですよ、コットンの袋に入れちゃうとね、まあ言ったらネット、粗いネットだったんですけど、うん、それ自体で摩擦ができてね、うんうんうん、ああこれあかんなと思って、うんうん、まあ、まあでも課題ですね、課題ね、これからのね、ネットに入れてくださいっていう表記をしてしまう、うん、こっちのね、提供側としては、うん、じゃあ洗濯ネットのことも考えられるといいですね、うん、また考えて、そうですね、キョコちゃんに投げました、いいかね、うん、縫うのも全然やってくれるタイプなので、うんうんうん、何か考えれたらよかった、うん、今日今日ね一人でやらなあかんことになってたんですよ、こうやって一人で置いてで京子ちゃんちょうど来たんで、はい、よかった、飛び入り参加してくれてありがとうございます、はいはい、読んでまでくれてね、はい、次2番目、はい、腹巻き部分が、うん、長めのマリーブラキャミ、胴が長い自覚はありましたが先日購入させていただいたマリーブラキャミの腹巻きが中途半端な長さで腰の少し上のあたりで止まってしまいます。ちょっと長さが違うね。冬にラムズイヤーのブラキャミを着用していた時はギリギリなんとか OK ラインでした。マリーの方が少し腹巻きが短くなっているのでしょうか。そうなんです、こうやって見るとこれくらい差があるんです。で、なんでこれだけ差があるかというと、うちの製品って基本的にすごい長いのが多くて、うん、そしたらまあ下着の中でゴロンとなるとか、うん、もたつくっていうご意見もすごく多いんですよね、うん、それでマリーのこれはちょっと生地も厚いのでちょうどここで
こう入るように、うん、あのピタッとくる感じであの作ってみたんですよ、うん、そしてあのこっちはねあったかい製品なんですよ、ラムズイヤーは、うん、なので少し長めにして、うん、であの次回からねあの同じご意見1回他からもいただいたので、うんうん、あのそんなに長くはしないんですけど、うんうん、この程度の差、うん、5センチぐらいは腹巻き部分長くしてもらえるように、うん、あの縫製の方にお伝えしました、うんうん、そしたら次回作るやつはもうカット終わってるので、うん、その次に作る製品から、うん、じゃあ5センチ長くしますねっていうことなので、あの数ヶ月後にご購入いただいたら、はい、きっとあのこれと同じラムズイヤーと同じ長さになっていて、あのちょうどよくなってるかと思います、はい、よろしくお願いします。少しお待ち、はい、少しお待ちくださいですね、はい、次いきます、はい、これですね。あったら嬉しいなをお伝えさせてください。オーガニックコットンカバーショーツ、中学生になった娘が制服スカートの下に履いております。あの値段であの品質は最高です。あのように伸びるコットン生地でお腹を締め付けず、高校生でも履きやすいデザインの男性用パンツがあると嬉しいです。前開きは不要です。若い男性用パンツは平ゴムで締め付けが強いものばかりで体に悪そうなので。そうなんですよ。でこれ読ませていただいて、なんかなるほどってね、うん、確かにあの 旦那のパンツ買うときにゴムがね、うん、むき出し、うん、でうちの製品は買うときは大丈夫なんだけど、そればっかりじゃなくていろんなの使うんですが、やっぱり同じこと思ってました、うん、でね、これであの男性を作られへんかなっていうふうにうちの制作部に伝えましたら、うん、これね実は男性紙が入ってるんですよ、伸縮紙、うん、そしたら暑いんちゃうか言って、うん、あのまあ女の子のカバーショーツは女の子温めないとダメだからね、うん、でも男性の場合ね、うん、あんまり温めちゃダメっていうふうにちょっと言われてるので、うんうん、これね男性紙がね何パーセントかな、あ割と入ってるんですよ、うん、32% 使ってるんですね、うん、それはちょっと良くないなっていうことで、うん、あのマリーのニット今ここにないですけども、あのいろんな製品作ってる製品、うん、ね、そちらの、100% シルクコットンの生地で縫製してあのゴムもくるんで作ろうかっていう方向に話がなりましたので、うんうん、また今後期待、うんうん、そっちだったら 100% なので、うんうん、であのゴムもくるんで、うんうん、で前開きも最近の子いらないんだって、うん、まあないの多いよね最近ボクサーもね、うんうん、でボクサー的な形になると思うんですが、うんうん、あのこれからあの作る方向に、まあ生地から作るから、まあ、数ヶ月かかっちゃうかもしれないんですけども、これだとちょっとあったかすぎるので無理っていうことで、うんうん、そういう風になりましたので、また今後期待です。ありがとうございます。はい、次いきます。次が京子ちゃんの製品です、はい、以前購入したふんわりパンツが薄くて軽くて、うん、春夏の旅行用や部屋着やワンマイルウェアに最適で愛用しています、はい、夏でも膝下が冷えるので、うん、薄手で足首まである丈があるのは助かります。パーソナルカラーがスプリングなのでイエロー向けのカラバリを増やしてほしいです、無理ならせめて自分で染められるようにどの商品も白かきなりが選べると助かります。今回は母用と一緒に自分のも買おうか悩んでる間に明るい色が売り切れてしまいました早かった。ご検討いただければ幸いです、はい、これかな、これのことヘンプコットンふわりパンツ、はい、そうです。これ人気でしたね。きなり一瞬でなくなったから、やっぱり同じ思いの方が割といらっしゃったんですね。あのポケット付きとポケットなしが、これ人気ですね。やっぱり日本で作ってる生地ってほんと少ないもんね。大体はあの他の国で作った生地をあの使って販売、まあ縫製はこっちでもね、今ねあの、はい、ふわりコットンパンツシリーズ、うん、冬用、うん、夏用で、うん、まああるじゃないですか。友達がね、うん、あのちょっと肌寒い日に、うんうんうん、
こっちのヘンプの方、コットンヘンプはちょっと肌寒かったから、うんうん、コットンウールの方を履いたら、うんうん、とてもあったかかったと。それで急に暑くなってこっちを履くと、とても涼しかった。だからね、コットンにやっぱり違うんだ。ヘンプが入ってる、コットンにウールが入ってるっていうのをわざわざ分けて作ってるのは、値打ちあるね。とってもやっぱりいいんです。このコットンにヘンプが入ってる良さっていうのが、はい、とってもある。このね、この大きさって普通作らないもんね。これだけの布地、高い布地使って、生地結構、ね、生地結構贅沢に使ってで、うちの本当に背が高くない140センチ台の子も、うん、170センチ台の人も可愛くね、可愛く着れるから不思議だよね、うん。まあ、ちょっとあんまり大きくない人は裾1回曲げたり2回曲げたり、うん、で大きい人はちょっとダウンのウエストにして、前髪がだいぶあるのに、そう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 、で入ってたらなんかすごい可愛い、うん、みんな可愛くなっちゃって、うんうんうん、これやっぱり皆さんお分かりなんですね、うんうん、また頑張って作ってね。そうですね、今なくなっちゃってる。ご意見で自分でも染めますのでっておっしゃるんです。すごいなと思います。そうだよね、そういう方割といらっしゃるのよ。だからきなりがやっぱりね、そういう方にはいいよね、うん、でおねまきにする方もきなりで、うんうん、購入されるので ね、はい、今年増やしてよかったです。今年増やしました、はい、また増やせるんですよね。もうちょっと色があるかな。そうですね、はい、ありがとうございます。はい、次行きます、はい。今回リニューアル前、タブランドシルクカップ付きタンクトップをご注意いただいた、ご意見です、はいはい。前回リニューアル前、フレンチ袖を購入させていただきました。胸が横に流れるのを程よく抑えてくれ、アンダーのフィット感や前の首の深さも良かったので、タンクトップも追加購入することにしました。またシルク 100% ゆっ、あ、ここまでがこの商品の、ね、あ、この商品なんだね、はい。こういう感じでね、入ってて、はい、裏向けると割と胸をしっかりサポートできるんですよ。で、うちのなんかゆったりが好きってお客様にはあれなんですけど、うん、普通のブラとかもいつもされてるような方にとってはゆったり、そうそう、ちゃんと、そうそうそう、ちゃんとフォローできるっていうことで、でリニューアル後がね、すごく緩くなったんですね。だからまあそっちがいい方もいらっしゃると思う、うんうん、ね、そうそうそう、うんうんうん、後ろのあれがなくなったのかな、うんうんうん、グリッとこうやってたのが前だけになったりしたら、うんうんうん、すごくね楽になって、うんうん、これ私、これも私だったら着れるかなって思うぐらいでしたね、うんうんうん、はい、まあそういう感じですね。はい、これがリニューアル後かな、はい、またじっくりそちらリンク貼っときますので、よろしくお願いします、はい、では次、はい、シルク 100% ゆったり指焼き手袋、あ、これだ、はいはいはい、指の長い私の手にぴったりでした。手の甲や指先の日焼けもガードできて、手袋をつけたままスマホの操作もできてとても良かったです。手の幅は狭く、甲の厚みもないですが、指が長く既製のもので合う手袋が見つからないので、冬はいつも手袋なしで過ごしていました。需要が少ないかと思いますが、指先長めの指焼き手袋をぜひ冬用にも暖かい素材で作っていただけたら嬉しいです。これね、本当に YouTube ここまでがこのご意見ですね。あ、そっかそっか、このご意見ね。これすごく長いのね、はい、なんでかっていうとね、私たち爪短いでしょ、うん、でもね、今の人ね、みんなすごく伸ばして綺麗にね、うん、デコレートして、うんしてるから、うん、その爪をまあ、シルクでケアしようっていうことで、うんうん、うちのスタッフも爪綺麗な人が多いんですよ、うんうん、ネイルデザイナーみたいな人が、うんうんうん、割と何人かいて、でこういうふうな形で作ったんですが、こうやって喜んでいただけたら嬉しいですね、うんうん、そうですね。で、ちょっとこうやって引っ張ったらすぐ出るので、うんうん、スマホもできます、うんうんうん、で UV カット率すごくね、うんうん、これだけの厚みがある機能なので、うんうんうん、かなりあると思いますので、またぜひよろしくお願いいたします。お値段が
1980円、これだけねシルク使って、シルク100ですね、そうこれだけ使ってこの値段なので、うん、きっと喜んでいただけると思います、うん、次行きましょうか、はい、次はねご意見ですけどね、はい、YouTube を拝見しておりますと、京子さんの会社でリンキングをされているお話が時々登場しますが、母がリンキングの仕事をしていたことを思い出します。母の実家はニット産業が盛んな町だったので、宝石や縫製の工場があちこちにありました。小さい頃リンキングという言葉は聞いていましたが、どのような役割をしているのかは分からなかったのですが、御社の YouTube で理解することができました。今後も楽しみにしております。すごいよねリンキング。私も初めて見た時信じられないと思った。こっちの目をこっちに移してそこに来い、いやーこれね、それも例えばさ、これだったらこの長さやるんですもんね。あ、これはねちょっと私がね、あの綺麗に仕上げたくてね、これ贅沢なことをそう贅沢だわしてしまって、この長さをリンキングって、はい、普通この辺だけだもんね、そうです、するとしたらそうです、信じられんと思った。ちょっとあのねえ、ぜってしまいました。これだけですごい時間と労力使ってますもんね。うんうん、はい、いやリンキング、あの私も実際見せてもらってちょっとね、うん、驚いた。そうですね。うん、驚くよねあれ、うん。うちはね、あのミャンマーの子たちが、うん、いい人たちがね来てくれて、技術者が来てくれてやってくれてるから、うん、まあ私もちょっと練習しかけたことはあるんですけど、無理じゃない、やっぱりね、それでもやっぱり日本人もその技術を、うん、あの継承していきたいなとは思いながらも、なかなか難しい技術です。ここはね待遇がいいので、あの帰ったミャンマーの人がすごい良かったよっていうのでまたね入れ替わって、ね、あの来てくれてるっていう、はいはい、なかなか待遇いいとこ少ないですもんね。多分みんなニコニコして働いてる。そうですね。あの楽しく仕事してくれてると思います。ニコニコ。そう。はい。よかった。はい。では次ですね。はい。こっちからね。はい。なんかね、購入くださったのの名前書いてくれてて、マーガレットロングパンティを購入してくださった。はい、まあ、これとかこれですよね。はい、この度は素敵な商品の数々を、うん、数々のうちの一つと、はい、ありがとうございます。先週の日曜日、ひょんなことからマリーの腹巻きに出会いました。パッケージ越しでしたが、その素材感と優しい雰囲気に確実なものを感じました。その後そのまま山登りをしに行って帰ってきて、汗びえした体につけたマリー腹巻きは本当に優しく私を包んでくれました。その後早速シルクファミリーのホームページを見つけ、桐生さんの思いを読んだ時、マリーの腹巻きそのものを表しておられるように感じました。マリーの腹巻き、この感じ、その時届いた商品も全て優しい気持ちを感じます。ずっと体の不調と戦い続けて、昨年やっと腰の手術をしました。私にとってシルクファミリーとの出会いはもうすでに特別なものと思っております。プレゼントの靴下もとても嬉しかったです。全部大切にします。ありがとうございますね。え、そして皆さんお体大切にってね、うん、言ってくださってて、ちょっとマリーの腹巻きをね、うん、スタッフが持ってくのせて、これがそうなんですよ、うん、これの下に使って、うん、あのよく伸びて、うん、そして私あの腹巻きお願い最初にしに行った時に、あのゴムっていうかもう伸縮紙にこれを使ってくださいっていうのをお伝えした時、工場の方に言われたんですよ。こんな高い弾性紙、伸び縮みする糸を腹巻きに使う人おらへんってね、そんなあかんって言われて、そんな普通の FTY 使うといたらええねやって、でも私はこれが使いたいんですって言ったのね。髪の毛より細いあのゴムにこうちゃんとコットン巻いたいと、それを使いたいって言ったら、そんなんする人おらへんって言われたのに、サンプルできたぞって言われて見に行ったら使ってくれてたの、それをちゃんと、で今にもうほぼ20年、20年この柔らかなフィット感、これがすごくいいし、やっぱりコットン巻いてあるので、あの化繊が絶対触れないんですよ体に、どんなにこう伸ばしても
やっぱり FTY だったらね、ごくまれだけど、やっぱりちょっと光ったりするけど、これ光らないでしょ、全然ね、全くコットンで。だからね、あの時にお願いしますって言ってよかったなって今思ってます、人気の製品に座ってくれてるので、そうですね、はい、ありがとうございます。ではここまでが前半でした、はい、あ、そうなんですね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次また後半に続きますので、はい、あの一旦休憩ね、はい、ありがとうございます、今日ありがとう、よかったです、では失礼いたします、は